信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。海の魚や生き物が大好きな駒ヶ根市の小学2年生三越柴修馬さん。海と日本プロジェクトが募集する海のキッズサポーターの一人です。いろんな形の魚がいるし、なんかまだまだ分からないところもいっぱいあって面白いなって思って。魚を食べるのも大好きで、マグロの刺身が大好物。そんな美味しい魚を無駄にするのはもったいないと考えた三越柴さんは、去年海のない長野県に美味しい魚が届く仕組みを近くのスーパーに行って調べました。そこでフードロスをなくすためにできることはを考えて自由研究にまとめました。そして多くの人に知ってほしいと、海と日本プロジェクト in 東京が主催するインフォグラフィックコンテストに応募しました。これが三越柴さんの研究をもとに出来上がったポスター。東京にある美術専門学校の学生が三越柴さんと相談しながら仕上げました。コンテストのプレゼンテーションで三越柴さんは海の魚への思いを堂々と発表しました。フードロス削減に取り組む大切さを伝えられたらいいなと思います。作品と発表は高い評価を受け、この企画に協力する伊東洋華堂賞を受賞しました。無理して食べなくていいから、できるだけでいいから食べてほしい。コンテストに参加し大きな刺激を受けた三越柴さん、これからもサメや深海生物の勉強をしながら積極的に海に出かけ、魚釣りや生き物採集などにも挑戦していきたいと考えています。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。